はい、上です。キッシーです。はい、こちらの動画はですね、キッシーが今まで撮った写真を、はい、皆さんに自慢するだけの、はい、ただただ自慢するだけの動画です。これ後半なので、前半は別でアップしますので、前半から皆さんご覧になってください、はい、じゃあ後半は何編だっけ。グリーティングとグリ編と今年のショーパレ、今年のショーパレ、オッケー、行きましょうか、はい、じゃあ早速、じゃあキッシー厳選のまずアルバムの表紙から、はい、何フェイバリットベストコレクション。これはあのまあまああの別売りというか、こうずっしりしてる、はい、こんなの売ってんだ、こういうアルバムは。あのですね、これ別売りというかですね、うん、あのネタバラしてると、うん、あの結婚式、うん、一般的な、うん、あるじゃないですか、あれのカタログを抜いただけです、中身。ああ、へえ、でもそれっぽいね。はい、ね、ディズニー関係ないもんね。また関係ない。それそのまま、あの、型紙でちょっとこう、あ、ええやん、ええやん、はい、立派に見える、はい、すごい。じゃあ続きましょう。はい、おー、まずはこれ僕本当にお気に入りです。はい、ピーターパンが見てくださいよ、指差ししてますよ。いいパレー、いいパレー、はい、すごい。貴様見ているなって、こんなジョジョっぽいジョジョっぽい、ほら、はい、ほら貴様見ているなみたいな、はい、すげえ、よくこれくれたんですね。ダイヤモンド発注前で、ダイヤ前だ、本当は後ろバックだもんね、後ろバック、あそこってアウト側、うん、立ち見と座り見がなんかこうあるなんで、うん、ある、あ、結構空いてて、あ、で立ち見も1列しかなくて、うん、座り見も1列で、うん、立ち見の他のゲストさんがですね、うん、全員座ってたんですよ。へえ、本当すっかすかで、うん、僕だけ立ってたんですね。まあたまにあるね、雨の日とか寒い日とかね。うん、うん、でもうピーターが通過し終わって、うんうんうん、でなんかそのセリフとかが終わって、うんうんうん、であのセカンドからファーストに行く橋の上から自分を見てくれたんです。へ、うんうん、はい、すごいね、なんかなるんだね。もう完全にあの独占、独占で月中な感じ、はい、もうこれ外せないと思って、しかも暗かったので、うん、よく撮れた。あれです、 SS がですね、30分の1か40分の1です。これ以外は全部ブレてました。なるほどね、はい、まあまあまあ、きたー、ミキカン、はい、しかもジャックジャックもいるジャックもいます。え、これすごい、別の椅子、椅子とかテーブルですね、うん、これストロボなしです。なし、はい、なし、なしです。あ、今あのストロボ禁止なので。あ、そっかそっかそっか、はい、まあ、ないならないで割り切って取れるんでいいね。そうですね。はい、これ設定言える？覚えてる？大体。大体ですかね。まあ、SS、シャッタースピード500分の1か600分の1ですかね。F28。F2.8。だと ISO400、800ぐらいかな。F2 で2000です。爆上げ。はい、ああ、やっぱ暗いんだね、じゃあ。暗いです。しかもピンスポットの当たってる瞬間、このあの最後のフィナーレなんですけど、うん、詳しすぎますけど。うん、いいよ。あのフィナーレでこのハンカチが、うん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 、このハンカチをこう上げるシーンがあるんですよ、うん、これをあのミニー、ダンサーミニーちゃん、ジャック、うん、ミッキー、うん、スー、うん、ドナルド、うん、ダンサーっていうのがあるんですけど、うんうん、この一連をスポットライトから一瞬だけ見つけて、その一瞬一瞬です。あのさ、はい、ミキカンとかワンマンって明るさが目まぐるしく変わるじゃん、はい、ざっくりどうやって対応してんの、そういう時。全部ローゲン、ローか、やっぱり、はい、対応できないもんね。ショーパレ全部ローですだよね、はい、一度ローを覚えるともう戻れない、はい、前触れと期間はもうローじゃないと無理です。わかる、次々とスポットライトが当たったり、赤い照明が特に強い、ね、するので、やっぱそうだよな、はい、皆さんローゲンゾー覚えましょうね。ローゲンゾーのやり方もちょっとまあ動画に今度じゃやってみようかな。う、ね、ね、はい、意外と簡単です。梅さんフォトショップ派ですか？これライトルーム、ライトルーム派です、うん、僕あのキヤノン の,、うん、あの純正、純正というか、まあ、あの無料版です、ね、ああバンドル版ね、はい、うん、デジタルフォトプロフェッショナル、はいはいはい、あれホワイトバランスがすごいいいんですよ、やりやすいんだ、ポインターをポンと押すと、うん、そこが白になる、わかる、わかる、はい、キヤノンクイック、すごいね、そんなバンドル版なのにそんなに便利な機能がある、すごい便利です、すごいな、はい、ライトルームもいいんだよ。だ、有料だからな。あ、まあそうですね。月額でしたっけ。うん、そうそう、はい。おお。いい感じですね。いい感じです。はい。この塩と塩コショウね。はい。塩コショウも。この塩わかりますかね。塩コショウがですね。何？近づくと、うん。S と P がですね、ちゃんと上というか。うん。はい。上ってどういうこと？
わかります？ん？見せてるミニーちゃんがですね、うん、はい、P が逆になってないんですよ、ちゃんと。本当だ。はい。なのでミニーちゃんはあえて逆で持ってるんですよ、これ。ああ。逆で持ってこうしてるので。本当だ、はい。ちゃんと分かってるね。はい。さすがミニー様。エンターテイナーだね。エンターテイナーですね。ちゃんと正位置になるように。はい。そっかそっか。こだわりというか。ああ、なるほどね、はい。下手側ですね、どちらも。わかる。こう持って、うん、こう持ってるものをこうやってやるわけだから、はい、この時ちゃんと文字が見えるように、はい、考えて持ってる、ね。そうなんですよ。エンターテイナーだね、ミニーさん。さすがミニーさん、ね、分かってるね。はい。ドナルドはこれは、まあ、爆発する前です、ね。前半のシェフで頑張るところな、はい。頑張るところです。次の。次は、はい、レギュラー賞と。おお、出たー、ワンマン。ワンマンズドリーム。まだミニーちゃん取ってないんですよ、僕。本当にや。はい。これは抽選当たったの？なんかの先着で取れた。どっちだかな。これ初回の多分。じゃあ並んだか。並んで、だと思います。はい。一応抽選で唯一1回だけ当たったことあります、ね。あ、本当？ど真ん中、ラスカイ。なかなか当たらないよな。たまに平日行くとさ、今日抽選やってませんって時があって、はい、ラッキーみたいな。ラッキーっていうのありますね。ジャケットがちょっとだけこうなびいてる。なびいてる。はい。重いな。シャイニー。これも7200。7200。やっぱいいね、7200な。はい。で、ドナデジです。はい。この間ドナルドがいなかったっていうなんかトラブルがあった、ね。あ、なんかトラブル。途中退場。途中退場。ね、この日はちゃんと出ます、ね。はい。これは、星に願いをの入場シーンだな。そうです、そうです。うん、はい。ラストの。うん、わかる。さすがです。いや、はい。おー、これはグリーティングドライブですね。ですね。はい。はい、グリーティングドライブ。今、ステラルード。ステラルードですよな。はい。このミニーは、はい、すごい、なんか、紫ミニーちゃん、今出るんだっけ、はい、出れます。今出るのか。はい。今3部、4部ですよね。今3部で出るんだよね。シェリーメイ編ですね。はい、4部はピンクなので、シェリーメイ編はピンク、はい。このエプロン付きないの？エプロン付き。ない。まあ、誕生編は、まだハマってなかった。そう。誕生編ってあってね、エプロンしてさ、お裁縫、かわいいんですよね。かわいいんだよ、ミニー。はい、今仮装してる方もやっぱりエプロンしてる人が多いですよね。はい、やっぱ俺ダッフィーアンチだったんだけど、 あのミニーでもコロッともう肯定せざるを得ない。それまではダッフィーアンチだったの。あのショーを見て、はい、あ、ミニーのショーなのねでかつミニーのこんだけ思いが詰まってる、はい、ね、ここまでされたらね、まあ、認めざるを得ないでそのショーを好きな見に行ってる俺がいて、はい、もう何度もあの誕生編見に行ってて、あの水谷ミニーボイスのあの歌をいつも聞いて、はい、ええー、なーミニーちゃんええそうええ子やわいつの間にかもダッフィー皇帝派に乗って願えって言われて、いいね。じゃあエプロン編はちょっと残念。まあしょうがないしょうがない、もうやったらおお、はい、あ、ごめん、これは、はい、オーバーザウェーブ？違います。これはテーブルイズウェイティングです。テーブルって、この格好で出るっけ？はい。あ、出るか。はい。あ、そうかそうか。一瞬というか、まあ、オープニングですね。これは、テディ・ルーズベルトのデッキのとこから撮った？そうです。でもね、デッキ席のとこ、ギリギリ一瞬だけ目線くれるんだよね。入場シーンの時だよね。はい、はい、そうです。たまに、こう、手前まで来てくれるというか、そのまま帰っちゃうから。なるほどね。で今のも分かるのかな、今のたったこんだけど、あ、そうですか、あのシーンねって、うん、テーブルの、あ、はい、あのテディルズベルトのデッキのあそこね、あ、はい、そう、はい、そうです、はい、そうです、3階まで登って、そう、はい、はい、テーブルのスイーツのフランスの、それ多分あの90の時に撮ったんですね、これ、本当、はい、前半、へえ、かわいい、はい、これはクリスマスの、お、ドナルドのクリが、はい、そうです、トゥーンタウンのクリスマス限定期間限定のトゥーンですね、とクリスマス期間限定のクラクラ、これは整列じゃないの、整列ですね、これは整列か、ドナルドは、うん、お帰りの時に7200で撮りました、ああ、もうこれ整列、この頃、はい、整列です、去年ですね、去年の12月です、昔はトゥーンタウンクリスマスになると、はい、みんなクリスマス衣装で全員フリーグリーだったんですよ、野良栗、はい、ミニちゃんがあの手袋してるんで、わかる、あの、わかる、
あのね、指がつながって取ったことがないんですよ、うん、マフラー、ままミトン、ミトン、ミトンの、はい、あの鍋つかみみたいな手袋をして、はい、マフラー巻いてんだけど、あれね、あれの腕章はさすがに無理だった。子供がうわーっといて、今の雨風呂状態ですね、うん、で腕章取ったは取ったんだが、はい、もう人人人人でもう全然こんな風に取れない、整列か、こんな感じですかね。ああ、そうそうそう、はい、もうこれももう爪爪でした、やっぱり、はい、雨風呂。今野良の、はい、野良のフリーのグリで人なしで 壁バックなんてまず取れないでしょ。取れないですね、はい、昔はキャラにここ人多いから壁のとこ行こうって言って連れてってありますあります、うん、誘導して、はい、はあ、これは次は整列ですね。あ、あったんだ。これが、まあ、去年の5月ぐらいだったかな。へえ、ポッと並んでたらここ人が、あ、いい感じにこの枠で消してます。いい感じだ、はい、ちょうどこれ去年だね。はい、そのドナルド可愛いですよね。本当だ、ちょっとだけなんか、はい、なんか女子っぽいね女子っぽい。これあのエピソードがありまして、はい、ちょっとその前、まだその前ですよ、はい、その前にこれアメフロもクリスマスあったの。はい、え、知らなかった。今もあります。本当に去年、ね、全員クリスマス、はい、全員クリスマス。知らなかった。デイジーはあのなんていうか宿り着というかあの、うん、ブローチをつけるだけなんですけど、うん、はい、ヒイラギ、あ、ヒイラギですね、うん、はい、ドナルドは全然変わるんですよね、同じエリアなんで。本当だ、はい、そうなんですね。こちら通常はあの、まあ、そりゃ人気出るね、帽子も違うし、はい、知らなかった、うん、これ逆光、思いっきり逆光で、いいじゃん、いいじゃん、ポートレになって、はい、結果的にポートレになって、はい、次の、本当だ、はい、これはうおー、スーパードゥーパー、僕大好きなんです、スーパードゥーパー、本当に、はい、この子供に混じって大きなお友達が立ちでこうそうなんです、後ろの方で、ママ、のじちゃん白いレンズねえ、ママ、のじちゃんなんかキャラに必死でも周りみんなキャラオタ、キャラオタです、大体同性のキャラオタがあのお決まり、お決まりっていうか、まあ、そのレンズ、あの人先週もいたなっていや、でもドゥーパー、まあな、まあな、可愛いですよね。なんでこれサインしてんの、ミッキー。あ、あのこれシェフでもらいました、シェフミッキーの。なんでこのスーパードゥーパーのサインもらう写真。あ、いや、なんとなくです、ね、なんとなく、はい、あの後ろにもありますけど、はい、このスモック版ないの、スモックミニある。今日は持ってきてないです。めっちゃジャンプしてる、はい、すごい身体能力。ここもあの、まあ、自慢じゃないですけど、うん、電車じゃないです。はい、これ皆さん一発撮りだそうです。一発撮りです。すごっ。あ、唯一クリスタルミスジャージはここだけ行きました、うん、2回、はい、こちらが通常で、はい、こっちがシャインオン版ですね。はい、すげえ、俺シャインオンも結局1回しか行ってないんだよ。ああ、でも僕もこれ1回だけですよ、やっぱり、はい、やっぱ次は諦めました。あ、本当、やっぱこうやって見ると違うね。そうですね、うん、はい、すごいな、朝始発で。これがすごい、足がすごい。そうですね、短いちょっとそうです、短いよね。なんですかね、まあまあ踊ってる最中だから伸縮してる。なんかね、足の形がはっきり分かるんだよ、ほら。ですね、すごいす、ね、なんかすごいこれ、はい、やっぱシャインオン大変だった場所取り。まあまあまあ、あと座りの段差の残尾ですね、うん、座り一番前と2列目はやっぱりアーリーで回ってたんで、3列目から抜いてます。ザンビなんだ。なんで右広じゃなくて、うん、近いです。70、200で届くで、もうシャッターチャンスは少ないでしょ。少ない、これ終わったらもう終わり。ああ、まあまあまあ、あとマックスとグーグー、あーまあね、出た、はい、ニューヤーグリー、はい、今年の今年か、はい、これはダイヤのあたりかな。ダイヤのあたりですね、だよね、はい、あのさ、5日間しかない、ね、そう、ニューイヤーグリも七夕も止まらないからさ、どうやって目線で撮るの。まあまあ、一応停止位置みたいなのは友達から教えてもらって。あ、これ止まるのか。止まる、そうですね。あ、そっか、はい、これは撮れないな、なかなか。そうですね、これはすごい。これ別にあの決めっぽやってるわけじゃないので、うん、なんかこれはすごい、セリフの最中。なるほどね、電車しないのがすごいな。出たー、うさたま、かっちは可愛いですね、本当すごいな。引き分けももちろん可愛かったです、うん、はい、これいいね。いいですよね、これいい、はい、
これがすごい、やっぱあのホワイトバランスというか明るさもバッチリだね。あ、はい、まあ、ローで現像 だったとしても、はい、すごいなんか背景とこのキャラの明るさのバランスがすごくいい、はい、結構難しいんですよね、ミッキーのフロート、ね、上にあの屋根があってですね、わかる、これは逆光かなり光を起こしてるんですよ、ね、これがすごい、これいい、こちらもファーストですね、ダイヤ前とトルバドールバの前、はいはい、うん、出た今年のファッショナブル、ファッショナブル、はい、これは右広だね、珍しく、はい、3回目に、いや、1回目です、これは1回目、1回目です、だって太陽、こっちから来てる、あ、こっちか、ごめん、あ、逆だ、はい、それ太陽、こっちです、皆さん、すごい分析が、え、なんで太陽半端ねえよ、ほんとやべえみたいな、気が抜けないですもん、なんで作りを持ってきてよかったっけ、何言ってんの、なんで太陽、じゃあ、こっちはわかりますか、これこれわかんない、だってよ、これわかんない、これザンビー前です、あ、ザンビー前、はい、下船直後ですね、あ、ザンビー前は一瞬だけ、はい、ザンビー前って基本どれも一瞬じゃん、その一瞬よく始発で時間をかけれるね、その情熱が本当すごいよ、そう、足投げでふわふわミニが多かったんだよ、このショー、すごいなんかスカート持ってヒラヒラするミニが多かったよね、はい、うん、すごいこれをやたらやるミニちゃんがやったらいて、わかるわかる、これ可愛かったよね、はい、七夕、はい、これも1回しか行かなかったですね、マジ、はい、よく1回で目線もらえるね、まあまあこれちょっと本当まぐれだなと思って、まぐれ、はい、しかも最大のライバル、おじさんがいない、まあ、僕は好きですけどね最大ライバルライバルっていうかでもさ、おじさんと一緒の写真もじゃあやりゃいいじゃんじゃん、多分撮ってないです、多分来年もきっと来てくれるだろう最大のライバル、ライバル、おじさんがいない、あのおすすめポイントはですね、あの、うん、これどっちもあの同じ場所ですけど、うんうん、あの D1、 あ、 D1 じゃない、ごめんなさい、ファーストからセカンドに行く、うん、あのシンデレラ城の前の橋のところです、うん、そうね、はい、あそこは反対側が人がいないので、そうそうそう、でもあそこで撮るとさ、おじさんがズン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 来るんだよ、でもおじさんどんどん前に行っちゃうので、その真横から撮ってるだけです、僕は真横、はい、目線は真横だと目線はあっち行っちゃうね、いや先行、先頭方向に、そのなんていうか、うん、あの橋の脇にですね、うん、もうオタがずらっているんで、ああ、そういうことね、はい、なるほどな、そう、あの橋はいいんだよね、あの橋いいんですよ、はい、俺あの橋のところで渡り切った時のシンデレラ城のところのロープのとこ、はい、あそこはね、おりさんがそうですね、はい、俺とどっかぶりなんだよ、あのそうですね、僕もそこで撮ることはありますけど、ハピネスよく撮ります、ああ、わかるわかる、はい、いいなぁ、七夕。これ、シーンもある？あ、ラストシーン同じコスチュームなので、やっぱりな。はい。撮りには行きましたけどね。うん。はい。やっぱ撮らないよな。撮らないです。今日はちょっと持ってきてないですね。ホライズンだ。はい。俺が知らないホライズン。まだ見てない。俺がまだ見てないホライズン。はい。新衣装。なんかいいね、探検ルックって感じで。そうですね。いいね。青のももちろん好きですけど。うん。このミニは相当アップで広角レンズ撮ってるね。実はですね、僕、うん、レンズ1本しか持ってないんですよ、うん、これじゃあ35だよね、はい、うん、参照点わかる、はあ。これピント難しいんだ、すぐボケるんだよこれ、はい、やっぱ 35mm っぽいな、やっぱ、はい、ホライズン行きたい、 APS だとちょっと近すぎるんですけど、ね、サイズだともうジャストぐらいですね、そうだね、はい、そうだね、いつか絶対行こう、ホライズン出たー、これです、これがあのシェフでもらったあのこっちです、はい、見てこの白いペン持ってってるのがすごい、わざわざこれ友達に借りたんですよ、あ、本当に、や、はい、白いいね、白いいですね、本当、うん、あとこの写真がすごくないですか、こんな煽りでワンショー撮れるの、あの相当ローアングルで撮りましたでしょ、はい、しかも立ち位置変わってもらったんだ、少しだけミッキーに動いてもらったの、これそうですね、結構でもエントランスは自由にですね、背景こっちにしたいって言うと、本当いいよって言ってくれて、あのあえて逆光で撮りたいって言うと、本当逆光で撮らせてくれる、本当にや、このローアン、相当ローアングル、ローアングル、
これあのコスプレ会場によくいるあのローアングラーみたいなこう、ね、寝転がってる。あ、そうですそうです。めっちゃローアングラーやこれ。寝転がりはしてないですけど、ギリギリじゃん、まあ、ギリギリ、はい、座ってっていうか。これいいね、これ、ま、真似していいよ、これチョコの、この方法、はい、すごいローアングラー、はい、なるほどね。ミッキーとミニーの足がですね、もうめちゃめちゃ長く見えるという。そうそうそう、はい、少しワイドレンジでね煽るとすごい足長効果が出るので、うん、そうなんです。でこの青空背景といいね、晴れてる時だったらいいね。ミニちゃん巡航だからちょっとあれだね。そうです、ハイスピードシンクロでどっちも。これね、晴れてるのにストロボを使ってるんですよね。はい。ストロボっている？そう、相当な、うん、あのこだわり派の人だと、うん、あのミニーちゃんのこのまつげ、うん、あります、わかります、うんうん、このまつげの影を消したい。わかる。さっきのパレードの影あったよね。ありました、ね、わかる。あれがちょっと柔らぐのと、トロスプーンがいつも眉毛の影がな。そうなんだよ、はい、と、あとですね、うん、やっぱお顔のこの肌の色がね変わるんですよ、クロボスターと、はい、まあ、これ使わなかったらちょっと肌焼けというかですね、うん、ね、ちょっとカメラのこと勉強してる人に言うと、ストロボがないとですね、カメラっていうのはこの青空の空と人物の明るさ、人の目ってすごい優秀で、人の顔と青空っていうのを一つの目でどっちも撮れるんだけど、カメラはこの青空かキャラクター人物どっちだかにしか明るさを合わせられないので、もしこっちの青い方に明るさを合わすとキャラが暗くなるのね。逆にキャラクターに色味を合わせると背景が真っ白に飛んじゃうので、そういう場合青空に明るさを合わせて、はい、キャラクターや被写体を暗くして、その暗いところにストロボをバッと当ててすごい間に合います、うん、でもそうでしょ、はい、それでこの空の明るさとキャラクターを同時に撮るって、そういう撮影テクがあるんですけど、はい、ちょっと高級なストロボじゃないとこのやり方はできなくて、でキッシーはそこまでしてちゃんとやってるっていうの、はい、僕はあの日清、日清の DI700 レイ700は、ハイスピードシンクロできるんで、はい、キャノンの方はですね DX600、 あれも高いよなあれは、あでもでもあの EX430 でもできるか。できます。なるほどね、はい、なのでまあハイスピードシンクロまでまあ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 求める人は頑張ってみてください。はい、すごいわ。でも確かにいい、これはお気に入りです。これやってみるわ俺も。ああぜひぜひ。いい出たー。これはどっか入隊場のところだね。そうですそうです、うん、はい、たまたま目線くるっていい感じです。ザプラザのこれは並んだね。これは並びました、うん、雨か曇りの日に並んだな。そうですそうです、雨の日ですね。雨だな、はい、でもこう暗いんだよね。そうです、これもすごい明るいね。あ、でもストロボ単焦点。あ、本当。はい、へー。ミッキーは、うん、あのちょっと分かりますか、本来はこの位置にですね、緑のこの木は立ってないんです。ああ、どうなの。トイレがリハブになってるだからかそうなんです。あの、扉が見えなくて、うん、はい、あのL 字になってる、はい、その通路ですね。なるほどね、はい、で僕しかいなかったので、うん、あのミッキーはわざわざ僕に手を振ってくれたっていう。その時なるほどね、おお、はい、めっちゃドアップ。これルアウ、はい、ルアウです。ルアウだ。これも 35mm だな。そうです、うん、ルアウは一時期すごいハマって通ってました。ルアウ全身写真撮れないんだよ。撮れなくないんだけど大変でしょ。当たり、あ、そうですね、はい、各テーブルを一瞬しか来ないので、はい、でもルアを一発勝負でこんなに綺麗なのすごいね。ああ、一応でもグリで回ってきてくれるので、本当、はい、か、一人回しちゃった。なんかルア暗いイメージがあるんだけど、全然暗くないね。めっちゃ暗いですよ。暗いだろ。分かろうと思ってさ、これ設定覚えてる？覚えてます。なんとなくだいたい皆さん参考に。2.8 の、うん、シャッタースピード1/180で、イソが400、うん、で、ストロボバウンスですね。バウンスね、はい、バウンスね、はい、F2.8 は多分普通の皆さんのレンズでは撮れないので、単焦点、単焦点だから、皆さんのレンズで撮る場合は ISO をちょっと上げ気味ですね。800か1600にしてみてください、はい、ストロボはそうだな、まあカメラ任せでやればおそらく撮れると思います、はい、バウンスなんだ。全然でも P モードでも、あ、本当？はい、優秀なので。ルアウだ。おお、トレイル、はい、色がすごい。トレイル絶対黄色かぶりするのに黄色かぶりしてない。これは朝一番ですね。朝一番だとこの色になります。え、本当に？あの、わかりますか、あの、うん、木漏れ日がですね入ってるんです。え、わかります？これ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 です、これです。これは特殊上の方にこれ、あ、朝一だと黄色くならないんだ。そうです、いいこと聞いた。皆さんわかりましたか、トレイル撮るのは朝一です。朝一です。マジか、はい、
今知った。本当ですか。あのあまあまあでもやっぱり老現像でちょっと補正はしてますけど、まあね、うん、ケルビン4300か5000ぐらいまで落とすと、あの、ね、このミニーちゃんのですね、ほっぺたのこのチークの色が大好きなんです。本当だ、はい、で逆にこのミッキーは黒、あの夜です。えでも全然黄色かぶりしてないね。これはどうやったの。これもあのバウンスで、うん、3000ぐらいまで落としてる。ああなるほどね。一応僕のツイッターアカウントで、うん、あの老眼鏡がわからない人に向けに設定を載せてます。ね、ケルビンって言って、皆さんイオスキスだとホワイトバランスってあると思うんだけど、あれを白熱灯ですね、はい、あの3000ぐらいにすると黄色いところでも綺麗に撮れるので、はい、と撮れる夜撮るときは、ホワイトバランスを白熱灯にして、はい、3000K とか多分3300、ね、書いてあると思うので、はい、それでやって3300とですね、うん、自分の経験だとはちょっと青くなるので、青すぎるか、ブラケティングというですね、あの色なんていうんですか、あの、ブルー、グリーン、マゼンタ、アンバーとこう、うん、4種類の色のところのアンバー寄りでやるとちょうど、それは青をちょっと打ち消すようなイメージです。難しいね。ただでもやればそのままこの色になるっていう感じです。なるほどね、はい、なので皆さん撮る前にホワイトバランスなどの色味調整してみてください。そうですね、すごいな。でもいいなこの色、このミッキーの分かりますかね、この差し伸べのですね、本当だ、手がボケてるぐらいが本当に大好きなんです。濃いよみたいな感じで、僕もここにあのちょっとサインを欲しいんですね。あ、なるほどね、はい、手にサインを。本当だ、はい、やばこれもう30分回ってますけど、ま、半分いっちゃう。やべちょっと。ああ、今度ミトミシリーズ、ミトミッキーですよ。はい、ミトミも暗いでしょ。